今回の話は、牛の墓、城跡の公園にある仏像、雑居ビルの会、という3つのお話になります。ではどうぞ。私が通っていた高校は、数年前に改築され、今では近代的な姿に変貌を遂げているが、私たちが在学中は、どこもかしこも古めかしい学校だった。歴史だけは喧嘩有数というこの学校に、昔からひっそりと語り継がれているという、ある怪談話の伝説があった。それは通称、牛の墓の話、という名前なのだが、タイトルだけ聞くと、おかばんでおなじみの、牛の首、を、思い浮かべる人もあるかと思う。私もおかばんを覗くようになったのは、ごく最近なのだが、私の学校に伝わっていた、牛の墓、話というのは、一般的には、いわゆる、牛の首、系の怪談話で、メジャーな展開である。あまりに恐ろしすぎて誰も話すことができない、系統の語られ方をされていたのも、不思議と共通していた。しかし、ある先輩は、安保闘争が盛んな時代の学生運動に絡んだ話らしい、と語り、同じ高校の OB である、親戚の兄、10歳ほど離れている、には、大正後期から昭和初期の話らしい、と聞かされた。話のタイトルも、牛の墓、という説と、牛の馬鹿、という説もあり、まさに正体不明の怪談話と言えた。牛の墓伝説を詳しく調べよう。私にそう言ったのは、中学時代からの友人 A だった。季節は衣替えの直後だったと思う。A は私と違い優等生で、成績は常に学年上位。だが、中学の頃から、オカルトやらファンタジーにかなり傾倒しており、この話ももともとは、A が定年間際の老教師から聞いてきたのが、そもそもの始まりなのだ。しかし、牛の墓、伝説の調査は、はかばかしくなかった。A は図書館で地方版の新聞を読み漁り、かつての卒業生を訪ねたり、大学の図書館にまで入り浸って、様々な資料を、飽きることなく調べていた。私も何度か A の調査に付き合ったが、彼の熱の入れようはどこか異常とも言えた。いや、おそらく A はその時、すでに何かに取り憑かれていたのかもしれなかった。そして夏休みがやってきた。A は予備校の夏期講習の傍ら、まだ色々と郷土史を調べたりと、相変わらず、牛の墓、について、飽きずに調査していた。私は A とは違う塾に通っていたのだが、夏休みの少し前から、塾で同じ教科を取っていた同じ学校の女の子と、仲良くなったりしていたため、笑い、不純な目的ながら塾通いに熱心になり、調査へのモチベーションが落ちかけていた頃だ。8月の上旬頃、私や A が所属していた部活の夏季合宿があった。夏季合宿といっても、要は部活動の後で、部員が学校内の宿泊室に泊まり込むだけなのだが、その夜、しばらくぶりに A と会って、その後の調査具合を聞くと、60年代から70年代あたりにかけて、生徒が死んだ事件があったのは事実らしい。だけど、その事件とは別に、もう一つ公表されなかった事件が、過去に存在するという話を、ある古い卒業生に聞いてきた。どうもこっちの話こそ、牛の墓事件の隠された真実があるように思う。この時確かに A は、事件、と言った。そのことを知ってる人を、今探している。そういった話を A はしていた。その後、お定まりではあるが、深夜にかけて部員たち数人で、怪談話をいろいろしていたのだが、ある女子部員が、こっくりさんやろう、と言い出した。A が名乗りを上げ、言い出した女子部員と10円玉に指を乗せる。私はオカルト好きだがチキンハートなので、他の数人の部員たちとそれを眺めていた。しばらくすると、室内の空気が、妙にじめっというか、じとっとした粘り気のある、重苦しい雰囲気になりつつあるのを感じ出した。霊感のない私ですら、あ、こりゃまずいかも、と思った時。こっくりさんをしていた女子部員と A の、指先にある10円玉が、不規則に、そしてめったやたらに動き始める。やだ、なにこれ。取り巻いていた私や、他の部員の顔色は悪いが、ランダムに動いて止められない10円玉に、指を乗せた女子部員と A の顔色は、青いのを通り越して白かった。部屋の隅っこに、誰か知らない人が立っているような気がするが、体が震えてそちらを見る度胸もなかった。別の女子部員が泣き出した。お前ら何やってるんだ。突然大声がしたかと思うと、前部長であり昨年卒業した OB の B 先輩が、部屋に飛び込んできた。B 先輩は女子部員と A の方に平手打ちを見舞うと、10円玉をわしづかみにして、網戸を開けて外に全力で投げ捨てた。そして、こっくりさんに使った紙を持って、合宿場の外へ出て行った。後で聞くと、紙は丸めてトイレの水に流してきたそうだ。冗談半分でも、ああいうのはやるんじゃねえぞ。お前ら。B 先輩は割と霊感が強いらしく、
寝ていたところ気分がざわついて吐き気がして、目が覚めたらしい。それにしても豪傑だ。もうお前ら、おとなしく寝ろ。A はまだ放心したような表情だったが、のろのろと立ち上がって、男子用の宿泊部屋に向かいかけた。あ、それとな。その背中に B 先輩が声をかける。悪いことは言わんから、ほどほどにしろよ。A は返事をせずに出て行った。結局ろくに眠れないまま次の日の朝になり、私たちは解散して帰宅する。それからさらに2週間ほど経過して、夏休みも残り半分ほどになったある夜、A から電話がかかってきた。牛の墓だけど。まだ調べてたのか、B 先輩も言ってたけど、ほどほどにしろな。だいぶわかってきた。もう一つ、話の真相を知った女にだけ呪いがかかる、っていう話があるらしくてね。女だけ？だから、俺らは大丈夫だよ。それで、学生運動の頃の話も詳しく知ってる人に、明日会う。明後日の登校日に全部聞かせるから、待っててくれよ。そう言って電話は切れた。だがその日、A はとうとう学校に現れなかった。気になったので、夜に自宅に電話をしたのだが、何度かけても誰も出ない。A と連絡が取れないまま、夏休みも終わる間際となり、私は A の自宅に向かった。しかし、A の自宅は雨戸が全て閉ざされ、玄関の新聞受けには、新聞がみっしりと詰まっている。もちろん、呼び鈴を鳴らしても何の反応もない。高まる得体の知れない不安だけを抱えて、その夏休みが終わる。2学期になっても、A の姿は学校にはないままだった。A には年子で妹が1年にいたので、1年生の知り合いに尋ねても、妹も学校には来ていないとのことだった。それからかなり経過してから、私はある後輩女子部員の一人から噂を耳にした。A の妹が夏休み中に、突然自殺を図ろうとしたらしい。彼女はとても明るく活発で、友人の誰からも、そんな兆候は見えなかったのだが、自分の部屋で、ナイフで首を切ったらしいという。学校には、A も A の妹も A の事情により転校、という連絡があり、処理されていたことは後に明らかになった。だが教師は、転校理由については何も明らかにはしなかった。それから15年、未だに A のその後の行方は分かっていない。結局私は、A から、牛の墓事件、の真相を、聞くことはできなかった。誰も中身を知らない最強の怪談話、という点でも、牛の首、とのかすかな共通項が見られるのだが、ただ、私が気になっているのは、A は、牛の墓事件、についての調査を、ノート2冊くらいに分けて持っていたことだ。その調査記録を A の妹が目にした、もしくは読んだ、という可能性は考えられないだろうか。そうしないと、突発的な彼女の自殺未遂の説明がつかないのだが、後日、B 先輩とこのことを話した時に、B 先輩は私にこう言った。あいつ、あの夜こっくりさんする前から、何かすごく嫌な空気が、体を取り巻いていたんだよ。影が薄いっていうか、得体の知れない何かに、見入られてるような予感がしてな。俺、気になってたんだ。多分それが、怨念ってやつじゃないかな。A 君、かつてオカルトがとても好きだった君が、もしこれを目にすることがあれば、一度連絡ください。ちなみに、その学校に、牛の墓、という話が伝わってる、というのは割と知られている話らしく。先日取引先との飲み会で、お得意様の C 氏、50代前半、という方と、酒の席で歓談中。〇〇くんはバツバツ高校の出身なのか。昔あの学校には、牛の墓、って話が伝わってたらしいけど、君くらいの年齢だと知らないだろうね。と懐かしそうに語られたりしたので、妙なシンクロにしてを感じて投下しました。A 君、もし君が、まだあの調査記録ノートを持っていたなら、一刻も早く焼き捨ててくれることを願います。シャレコ忘れ見に来たの、7、8年ぶりなんだけどちょっといい？昔ね、若い頃にちょっと奇妙な体験して、その当時の体験談を、多分10年くらい前にこのスレに投下したのよ。超個人的な話ですまないんだけど、その後10年経っての後日談みたいのが判明したんで、誰すご容赦。アラフォーの自分がまだ10代の頃、学校に伝わってたとある怪談を調べよう、って言い出した友人がいたんだ。そいつ、前触れもなく転校しちゃってね、それから一切消息不明。完全に行方不明状態だったんだけど、先日、十何年かぶりに消息が判明したんだ。結論から言うと、その友人は亡くなってた。また聞きだけど、多分自殺だろうって。そいつは長い期間、心を病んでしまっていて、随分長く通院してたらしい。どうしてわかったかというと、別の学生時代の友人が、旦那の転勤で引っ越した先で、病院事務のパートを始めて、その病院の待合室で、偶然見かけて思い当たったとか。
声をかけようか迷ったが、どうやら精神科の方に通院してるらしい、と悟ったので、プライバシーに配慮してスルーしたんだって。高校時代住んでた地元からすごい遠い地方で、事務員の友人もまさかと思ったけど、どうやら本人らしい。仲間内では消えてしまったそいつの話は、長いことタブーだったのに、まさかそんなとこでご本人を見つけるとか、誰も想像してなかったと思う。でも、声をかけられないまま、そいつは病院に来なくなって、事務員の友人もちょっと忘れかけた頃、新聞の死亡欄にそいつの名前が出てる、と同僚に知らされた。病院での姿は確かにやつれたようだったけど、まだ40代で大病を患ってるというわけではなかった。それが、と同僚たちと話し合ったらしい。他の同僚に聞くと、そいつは常々、家族にとても申し訳ないことをしてしまった。死にたい、死んで詫びたい。と、口癖のように言ってたらしい。多分、妹さんのことだろうね、と病院の同僚は言ったそうだ。なんとなく取り留めのないダレスですいません。これにて締め。結局、ことの真相はわからずじまい、か。中途半端に長いけど、高校の頃の話。うちのクラスに A 君ってやつがいて、そいつはいいやつで真面目だったけど、いわゆるいじられ役だった。本人もそれを美味しいと思ってたみたいで、楽しく過ごしていた。学園祭が終わった頃、クラスで打ち上げをやろうってことになって、みんなで打ち上げをした。みんなで晩飯を食って、その後近くの城跡の公園で花火をすることになった。花火も終わった頃、参加者のうちの一人が肝試しをやろうと言い出した。その公園には、大きめの座った仏像みたいなのがあった。後ろに回り込むとケツのとこに下り階段があり、奥には扉がついている。噂ではその扉の中で、戦争で亡くなった人が葬られてるだとか、ミイラが飾ってあるだとか、いろんな話があった。その時はそこに行こうという話だった。暗いからか、仏像自体から気味の悪い雰囲気が漂っており、さらに扉の側に回り込むと、より一層暗くなったように感じられた。だが、テンションが高まった高校生は、ノリで突入することを決めたのだ。その時、A 君がふと、無理、やめとこう、俺やだよ、と、言い出した。当時 A 君を率先して、いじってた俺は、前振りだと受け取って、え、何、そんな戦闘行きたいの、みたいに、林立てた。他のクラスメイトもそれに便乗し、半ば無理やり A 君を先頭に押し合った。俺は扉だけ開けると、A 君の後ろに引っ込んだ。軟禁錠みたいなのがついていたが、鍵自体はかかってなく、普通に扉を開けることができた。そして A 君の背中を押して、中に押し入った。中は埃っぽくて、ジメジメとしていたのを覚えている。正直俺も少し怖かったので、ずっと A 君の背中を押すみたいに手を当てていた。階段が意外と長くて、巨大地下室か?と、ワクワクしていた部分もあった。その瞬間、A 君の背中が俺の手を離れた。歩みを早めたようだった。俺が、おい、急ぐと危ねえぞ。と言い終わるか終わらないかのうちに、明らかに前方から、わーん。みたいな、太い叫び声みたいなのが聞こえた。どう考えても A 君の叫び声じゃなくて、それよりも何より怖くて、クラスのみんなは、急いできた道を引き返した。入り組んでたわけではないので、案外すぐに出られた。出た後、なぜかみんな別方向に逃げていった。俺は怖かったので近くにいた友達と、さっき花火をしていたところまで戻った。すると何人かもそこにいて、マジビビった、何あれ、みたいな話をしていた。しばらくそこにいたが、逃げたままその足で帰ったのか、戻ってこない奴もいた。A 君も帰ってこない奴の一人だった。その日はそのまま解散にして、みんな家路に着いた。帰る前にもう一度、友達とさっきの仏像の扉を見に行った。扉は閉まっていた。今から考えるとありえないのだが、当時は誰かが閉めたのだと思っていた。家に帰って風呂に入って、風呂上がってから携帯を見ると、見たことない番号から電話がかかってきていた。それも同じ番号から2件、登録してないやつからか?まあ用があるならまたかけてくるだろ、程度に思って、その日は寝た。次の日学校に行くと、前日の見慣れた顔が揃っていた。逃げ帰ったやつも学校に来ていて、前日の話で持ちきりだった。だけど、A 君はただ一人、学校に来なかった。昨日のこと怒ってんのかな?ビビりすぎて外出られないんじゃね?など適当なことを言っていたが、A 君は3日間学校に来なかった。その間にも知らない番号からの着信は続いた。しかし着信は決まって、携帯が手元にない時だった。その話を学校で友達にすると、それ A の番号じゃん。A 君に教えてないんだけどな、てか電話かけてくるなら学校来いよ、とかその時は思っていた。
3日後、A 君が学校にやっと顔を見せた。みんな口々に A 君をいじったり、心配したりした。A 君はいつものように突っ込んだり、返事をしたりしていた。だけど一つだけ違うことに、みんなは気づいていた。表情がない。笑わないし怒らない。常に無表情。それからというもの、A 君は無表情だし、授業中は教科書も出さずに、ずっと教卓を見つめてるし、話をしていても A 君だけ噛み合わない。そういえばあの時さ、みたいな話をしても覚えてないか、明らかに違うことを言い始める。そんな調子で卒業まで過ごして、結局 A 君は卒業まで変わらなかった。不思議なことに、卒業後の彼の進路を知る人はいない。卒業してしばらく経ってからも、A 君からの着信は続いていた。正直気味が悪くて、着信拒否にしていた。それでも履歴には残る。ある日携帯を機種変して、設定を忘れていて、また着信があったのだ。いつもと違ったのは留守電が入っていたこと。少し興味があったので聞いてみた。スーという、息を吸う音みたいなのがずっと鳴ってるだけで、何もない。本気で気味が悪くなって切ろうとして、耳から離した瞬間に何かが聞き取れた気がした。気になってもう一度再生すると、今度は聞き取れた。後悔した。お前のせいだ。ボイスチェンジャーでも当てたような声だ。俺はその時やっと気づいた。A 君は怒っているのだ。あの時戦闘を行かせたことを。いや、もしかしたら中にいた何かが、怒っているのかもしれない。5年経った今でも、着信は続いている。今からもう14年くらい前の、中学2年の時の話です。日曜日に仲のいい友人たちと3人で、映画を見に行こうという話になりました。友人たちを仮に A と B とします。私の住んでる町は小さくて、映画館がある町まで出るということは、田舎の中学生の私たちにとって、大きなイベントでした。土曜の夜、ウキウキしながら家にいると、B から電話がありました。ごめん、明日バイオリンのレッスンがあったんだった。ちょうど映画が終わるくらいの時間に、レッスンも終わるから、〇〇町、映画館がある町の名前、の、駅の改札あたりで待ち合わせしよう。という内容でした。B は結構なお坊ちゃんだったので、バイオリンを習っていたのです。3人揃って楽しく、大きな町で映画を見られると思っていたので、少しがっかりしましたが、映画の後に、3人揃って遊べばいいやと気を取り直して、その日は床に着きました。そんなわけで翌日、僕と A、2人で映画を見に行きました。映画を見終わって、2人で、面白かったねー、と話しながら、駅に向かおうとしたとき、A が、ねえねえ、このビルの3階まで登れば、駅へ続く歩道橋があるよ、と言いました。そこは大きな町だったので、駅前から複数のデパート棟へと続く歩道橋が、3階くらいの高さで広がっていました。私も信号につかまりながら歩くよりはいいなと思い、映画館の横にあるビルに入りました。そのビルは、小さな雑貨店がたくさん入っている、雑居ビルでした。私たちは階段を見つけ、1階から登っていきました。3階まで着くと、店側に入る扉がありませんでした。きっとそのフロアは倉庫か何かになってて、この階段からは、一般の人が入れないようになってるのだと思い、私が、やっぱり1階に戻って、普通に歩いていこうか、と言うと、A は、いや登ってみよう。4階からお店側に入れるかもしれないから、そしたら別の階段から3階に降りればいいよ、と言いました。しかし、4階に登っても扉はありませんでした。さらに5階へと進みました。しかし扉はありません。だんだん私たちも意地になって、どんどん階段を登っていきました。10階ぐらいまで登ったでしょうか。私は少しおかしなことに気づきました。外からこのビルを見たときは、10階もなかったような気がしたのです。しかし A は、もっと行くぞ、と、張り切って進んでいきます。私たちは階段をどんどん登っていきました。20階くらいまで来て、私は完全におかしいと思いました。階段もなぜか古臭く、ジメジメした感じになっていました。ゲームのバイオハザードに出てくる、苔むした嫌な階段みたいな感じです。私はこの時点でかなり怖くなっていたので、A に向かって、ねえ、もう引き返そうよ。絶対変だよ、これ。と言うと、先を行く A は私に背中を向けたまま、ははは、変だね。と、言います。何をふざけてるんだと、少し気分を悪くした私は、何笑ってんだよ、帰ろうって言ってるんだよ、と少し語気を荒めました。すると A はまた、ははは、変だね。と、言います。私はその A の言葉にさらにムッとしましたが、階段を登っていく A の姿が、少しおかしいことに気づきました。姿形はもちろん A なのですが、動作の一つ一つがおかしいのです。
確かに階段を上がる動作なのですが、何かこう、人間が人形を手で動かしているような、ぎこちない動きでした。右手、左手、右足、左足、それぞれが独立して動いているような、ともかく変な動きでした。私は足がすくんで、その場で立ち止まりました。すると A が立ち止まり、くるっと私の方へ振り返りました。ははははははは、変だね、ははははははは。と笑う A の顔を見て、私は叫び声を上げました。動作と同じく、顔の表情もぎこちなく笑う A の顔。何より、白目がなくなって、眼球いっぱいに広がった黒目が、私に叫び声を上げさせました。私はキビスを返し、全速力で階段を駆け下りました。途中足がもつれて転びそうになりましたが、それでも無我夢中で駆けました。気づくと、雑居ビルの1階にある薬屋さんにいました。どうやって階段から出たか、その時の記憶はないのですが、パニックになってた私は、後ろを振り返らずに駅まで走りました。駅の改札に着くと、B が待ってました。B は、遅い。映画が終わってから、1時間も経ってるぞ。と怒っていましたが、A がいないのに気づくと、A はどうした?と、聞いてきました。私はこのまま外にいると、A が後ろからあの奇妙な動きで追ってくるような、恐怖に襲われ、とりあえず B を促して、駅の中にあるファーストフード店に入りました。とりあえず私は、怒ったことを B に話しました。うまく整理できずに話したので、途中 B に、もう一度詳しく話せ。と、何度も言われました。最初 B は、私がからかっていると思っているような、態度でしたが、だんだんと真剣な顔つきになってきました。というのは、B は霊感が少しあるやつで、私たちに起きたことが尋常ではないと、ピンときたようです。B は、とりあえず、そのビルに行ってみよう。と言いました。私は嫌だと言いましたが、A をほっとけないだろ。という言葉を聞いて、確かにそうだ。A は何かに疲れたのかもしれない、と思い、九段のビルまで行きました。全国と同じように階段を登ってみると、3階には CD 屋さんへと続く扉がありました。4階に登ってみるとゲームセンターになってて、そこも普通に入れました。階段はそこで終わり、4階建てのビルでした。私たちは首を横にひねりましたが、その日はとりあえず A に帰ることにしました。明日、もしかしたら A は、普通に学校に来るかもしれないと思ったからです。次の日登校すると、A は来ていませんでした。私より10分ほど後に来た B が、顔は青くしながら、今朝変な夢を見たと言いました。その内容とは、A が森の中を泣きながら裸足で歩いており、しきりに、悔しい、とつぶやいている、というものでした。B は、あれは単なる夢じゃない、と言いました。でも、どうしていいかわからない、と、B は言いました。それから数日経っても A は帰ってこず、捜索願いが出されました。私と B も警察まで行って、その日のことを聞かれましたが、あの不思議なことは話しませんでした。それから1ヶ月後くらいでしたか、A が発見されました。それも死体で、これは直接、家族の方に聞いたわけではないのですが、なぜか私の住んでる町から100キロ以上離れている、隣県の山の中にある神社の境内の横で、カラッカラに干からびて死んでいたそうです。しかも、4、5、1ヶ月は経っていたそうです。当時は、A が死んでとてつもなく不快な体験でしたが、日が経つにつれて忘れていきました。この間 B に何年かぶりに会って、あれ何だったんだろう、という話になって思い出した体験談です。以上です。あれからあの映画館に行ってませんが、今度久しぶりに行ってみようかな。当時、友人が死んだということがショックでして、ちょうど受験勉強を始めないといけない時期に差し掛かっていたことを幸いに、今は勉強に集中しなきゃ、と、忘れようと努力したのです。逃避ですね。何より、あのビルのことが本当に嫌で、忘れたかったのです。なので、少し記憶が曖昧ですが、A がおかしかったのははっきり覚えています。A の死に方は、あくまで他人から聞いた話なので、真実かわかりませんが、隣県で見つかったというのは確かみたいです。私も詳しく人に聞くのが嫌で、情報を避けていたので詳しくは知りません。この間あった B は、あの夢は今でもはっきり覚えている。と言ってました。あの映画館に行こうと思ったのは、私は今東京にいて、あの街もだいぶ様変わりしたらしく、どれくらい変わったのかとなんとなく思ったからです。今度帰省した時にでも、車で映画館の前を通ってみようという程度です。それでは。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。